リリエンステルヌスは三畳軌行期に現在のドイツに生息していたコエロフィシス上下の獣脚類恐竜の絶滅属の一つである。中型で二足歩行の地上性捕食者であった。ヨーロッパで発見された三畳機の獣脚類としては、基地では最も完全で最大のものの一つである。俗名及び首相名リリアンスターネスリリアンスターニーはアマチュア。 古生物学研究家で医学博士であるヒューゴ・リューレフォン・リリエンシュテルン伯爵に由来するものであり、リリエンシュテルンが1934年7月1日にドイツ・ベットハイムにある自身の城に古生物学博物館を作り、ドイツでの古生物学の振興に貢献したことに敬意を表したものである。リリエンシュテルヌスは1934年にフリードリヒ・フォン・ヒューネにより記載された。 ヒューネは最初、ハルティコサウルス族の種として命名したためタイプ種は、ホールティカソリス・リリアンスターニーと命名された。その後、コンビナティオノバで、リリアンスターネス・リリアンスターニーとなっている。生体復元図・リリアンステルネスは1988年の、グレゴリー・ポールの推定によれば、体長約5.15メートル、体重127キログラムほどである。他の推定では、 最大で体長5.2メートル、体重200キログラムとしている。二つの化石標本が共に一連の新タイプ、標本番号メガバイト R2175 とされている。この標本には少なくとも部分的及び断片的な二個体の骨格が含まれており、頭骨の要素、下顎、椎骨、歯から構成されている。ディロフォサウルス同様、頸骨は、 大腿骨より短いが、より小型のコエルフィシス科の種よりは、比較的長い。ポールでは、この点に基づいてリリエンステルスヌスは、コエルフィシスとディロフォサウルスの中間であると指摘している。頭骨は発見されていないものの、大抵の場合ディロフォサウルスに見られるようなとさかを持つ、姿で復元されている。ディロフォサウルス同様に腸骨が異常に短い。 ラウジュット・エトールでは椎骨において潜椎が2つしか融合していないことと神経由と椎体の方合面がまだ見られることからタイプ標本の個体は幼体もしくは亜生体のものであるとしている1993年にジル・キューニー及びピーター・ガルトンはこの属の新種リリアン・スターネス・エリレンシスを記載したしかし他の研究者からはエル・エリレンシスと タイプシュエル・リリアン・スターニーの違いが指摘されるようになっており、マーチン・イスカー及びキューリーは2007年にこの標本を独自のくロ・フォストル・フェウスに分類した。リリアン・スターニス SP とされた派1934年にヒューネは2体の骨格をホールティカソリス・リリアン・スターニーと命名したものの、1934年にサミュエル・ポール・ウェルズは ハルティコサウルスのタイプ種 H ロンゴターサーズは疑問名であると結論した。実際にハルティコサウルスについて書かれたほとんどの文献は H リリアンスターニーについてのものであった。そこでウェルズは親族リリエンステルヌスを創設した。この名は再びリューレフォンリリエンステルンに懸命されたものである。そしてこの新種はリリアンスターニスリリアンスターニーとなった。ローでは ディエンステルヌスはディロフォサウルスより派生的であるとしている。1993年に92及びガルトンによりフランスで発見された断片的な化石に基づいて第二の種リリアンスターネスエリレンシスが命名された。この種は頸椎に実用くが枠を持っており、2007年に別の属ロフォストルフェウスとされた。最初はハルィコサウルスに分類されたものの現在では、 規定的なコエロフィシス上下と考えられている。希少とは、ある生物を、すべての他の生物から正確に識別するための、解剖学的特徴である。希少となる特徴には固有派生形質も含まれるが、それがすべてではない。固有派生形質は生物に、固有の解剖学的特徴である。ラウジュットによれば、リリエンステルヌス以下の特徴で識別される。 エル・リリアンスターニーの描かれた、ベッドハイムの紋章一元の、新タイプ HMNBM-R2175 として指定されている、リリエンステルヌスの標本は、ドイツ、チューリンゲ州のグローサー・グライフベルク近郊の中部、コイパー層群のトロシシン幻想層で発見された。これらの新タイプは、カウントヒューゴール・ルエルホン・リリアンスターニーより1932年から1933年に、 かけての冬に三上気候機、ノール機の泥イ岩から発見された。1834年に、バイエルン州のトロシシン原層のノール機の砂岩から、発見された左の中足骨もこの属のものとされている。この中足骨は、最初、マイヤーでてもしくは足の要素として記載され、フエネでプラティアソリス・イングルハードティの地骨の断片で、あるとされた。そして2003年に、 モーザーによりリリエンステルヌスの中足骨の近位であると再同定された。サンダーでもリリエンステルヌスの追加の標本が言及されており、この標本は1961年にスイスアールガウ州のレーウェンシュタイン層の海力泥灰岩で発見されたものと考えられ、三条気候機能力のものとみられる。1913年にドイツバーデンビルテンベルク州にある レーウェンシュタイン層のノールキの暗石色デーガ岩で収集された一本の歯についてもこの属が参照されている。1913年にドイツザクセンアンハルト州にあるトロスシンゲン層にある三条機高機霊時の歯を粘土岩で発見された標本が後の時代の地層で発見されこの属のものとされた唯一の標本である。リリエンステルネスの標本は1969年に ヒューゴリューレホン・リリエン・シュレルンの城から移され、現在はベルリンにあるフンボルト博物館に収蔵されている。リリエン・ステルヌスは活発な二足歩行の肉食動物であり、プラテオサウルスのような同時代の植物食動物を飼っていた可能性がある。スイス、ドイツのザクセン・アンハルトで発見された標本やバーデン・ビュルテンベルクで発見された葉は、爬虫類や獣由美類、 プラテオサウルスのような恐竜が豊富な反乱源にリリエンステルヌスが生息していたことを示唆している。ポールではリリエンステルヌスは鋭い熾烈で源流脚類や素早い長板類の動きを封じていたとしている。リリエンステルヌスが落とし主の可能性のある派化石が3回ほどプラテオサウルスの密集化石の中から発見されている。以前の解釈では その場所が三頂期の頃は沼地であり、そこに体重の重い大人のプラテオサウルスがはまり込んで死亡したと考えられてきた。その根拠として流水では流されてしまう小動物の化石も共産していることが挙げられた。そしてプラテオサウルスの化石の多くは前半未約美が残っておらず、これはリリエンステルヌスのような肉食動物による死体砂鳥による可能性がある。 この沼地仮説については複数の意見や反論が提出されているが最新の仮説でも沼地仮説は支持されている。ただし最新の仮説では多少改良が加えられているとはいえ基本的には泥沼が大型動物の罠として機能したことが示されている。またこの論文では沼地では体重の軽い容体のプラテオサウルスや同じく体重の軽い獣脚類は 泥に渦もれずに移動できたことが示された。つまり、リリエンステルヌスが現場に居合わせた場合、彼らは安全に餌へありついたことになる。ありがとうございます。